漫画家すみっこ会議。はい、お願いします。丁寧語で話している方が弟で作家の武野光です。はい、普通に喋ってるのが兄川本です。疲れたよ。疲れた？どうしたの？あ、疲れたんだけどさ。疲れたんだけどさ、はい、うん、あれめっちゃいいなと思って。なんすか急に。名前忘れちゃったもう何も伝わってこないよあの寝る前に飲む、うん、アリナミン。アリナミンみたいな、ナイトリカバー、知らねえ、っていうのがあって、まあ、栄養ドリンクなんですけど、うん、要するにあれいいんですよおすすめ。ヒカルくんさ、はい、最近なんかその栄養ドリンクだサプリだ、うん、飲みまくってないですか？飲みまくってるマジで。改造人間脂肪ですかだから寝る前にナイトリカバー飲むっしょで、まあ、薬もいくつか飲んでるんで、まあ、それ飲むっしょ、ね、で朝起きるじゃん、うん、まずそういうプロテイン飲むよねでビタミン、マルチビタミン飲むよね、うん、でエビオス錠飲むよねであと乳酸菌も飲むよね、はい、でブラジリアン柔術行く時になったら、うん、あのサイズオンっていうオールインワンまあなんかそういうサプリみたいなのあるんですけどそれ飲むよね、うん、で終わるじゃん、はい、まあ、俺かその前に、うん、あの BCAA 飲むよね、はい、でおまけに言うとあのカフェインとかがめちゃくそ入ってるあの C4 とか、うん、あのスーパーパンプアグレッションっていう、うん、あのまあそういう興奮剤みたいなのがあるんですけどそれ飲むでしょ。で帰ってくるでしょ、はい、で帰ってきてじゃあ仕事しようかな、執筆しようかなってなったらまたスーパーパンプアグレッション飲むでしょ。どんだけ飲むんだよベータアラニン取るんですけど、はい、でプロテインも飲むでしょ。なんかさ寝る前にまたプロテイン飲むでしょ、うん、ナイトリカバー飲むでしょ、はい、そのループね、うん、なんかあのすごいよ、マサルさんにそんなやついなかったいたわー、ね、フーミンだっけ。あ、フーミン、フーミン、フーミンか。いや、フーミンじゃないわ。あ、フーミン、え、フーミン主人公なんだっけ、まあ、あのいたよねなんだっけ、あのゲロシャブじゃないな。ゲロシャブはゲロシャブとフーミンの二択か。ほんとサプリみたいなのが ガバガバガバって口入れてボリボリ、若元を飲むってあ、そう、うん、これで元気になるんだ、うん、みたいな。遅れにいう人ね、行っちゃうやつね、遅れ兄さんね。ちょっとその方向行ってないですか、光くん。いや、ある。いや、でもこれね、いや、でも、私は、でも気をつけてることがあって、はい、あの効果がもう明確に実証されてるものじゃないと飲まないって決めてるんですよ。はい。だから例えばカフェインとかね、うん、カフェインとかはもう、はっきり科学的に実証されてるから、うん、そういうもんじゃないと飲まない。だから、怪しげなもんは飲まない。うん、どっちかというと効果がありすぎるのではないかって言って心配してるんですけど私が飲んでるスーパーパンプアグレッション、あの規定量飲むと1杯でカフェイン 400g 入ってるんですけど、これエナジードリンク 2.5 本分ぐらいなんですよね大丈夫ですかねこの人。あ、命を削って作品を作ってるっていうことですよ。あの大丈夫でしょうか。あの心配な方はぜひレターやめとけ、ツイッターの DM などで彼にね、あの忠告していただければ、はい、質問に答えていこうと思います。はい、はい、ハイカードの質問ですね。はい、質問じゃないな、これ。あ、質問はツイッターからマシュマロもしくはスタンド FM でのレターで募集しております。スタンド FM はアプリをダウンロード推奨しております。いいね、フォローぜひお願いします。質問読みます。はい、ハイカード2期お願いします。小説の方もアニメ化よろしくお願いいたします。3期も劇場版もお願いしますっていう、もう遅れ兄さんですよこれ。遅れ遅れっつって全部遅れっつって遅れ兄さん来た。ありがたいやろ。ありがたい、ありがてえな。いや、そしてねこれね、僕らもほぼ同じ気持ちっていうねそうですね。ちなみにあのハイカード2期は、はい、ちょうどこれを収録してる、ね、今日、うん、そうですね、先日発表されました。小説のアニメ化3期、うん、劇場版、うん、我々も遅れ兄さんですよ。そうですね、うん、漫画を読んでほしいな漫画について多分漫画読んでないんじゃないかなと思って。あ、漫画もあるんですよ。漫画もあるね。漫画アップで読めますよ。ドラマ CD も映像になんないかな。ならねえな。3分アニメみたいなあ、フラッシュアニメみたいな。フラッシュアニメみたいな、うん、いや、そうですね、我々もあのこれね、ぜひ期待したいんで。でもこういうのってさ、結構やっぱあの、うん、本当どれぐらいこういう風に思ってくれてる人がいるかみたいなので変わるし。そうだね、あとはもう本当生々しいこと言うと本当売り上げとかの話になってくるから。そうだね、これこそ本当に我々の力では本当にどうしようもない。そうなんですよね、
いやだから熱い応援の気持ちを持ってくださる方が多ければ多いほどその可能性は上がりますんで、うん、まあみんなで盛り上げていきましょうということで。そうですね、はい、我々もね頑張りますんで。頑張ります。ぜひよろしくお願いしますということで、遅れ兄さんがいる限り頑張っていこうと思いますので、はい、遅れ兄さん呼ばわりするなよ。じゃあこの人だけじゃない、みんなみんなが遅れ兄さん化するとみんなが遅れ、なんか感染みたいな。そう、はい、もう一個いきましょう。はい、おっとこれはセンシティブな質問ですね。なんすか。ハイカードから先生たちを知りました。ツイッターのフォームを拝見して、これまでは男性向け作品を書かれていたのかなと思いましたが、ハイカードは女性向け作品ですよね。いきなりの女性向け作品は先生が書こうと思われたのですか、それとも依頼なのでしょうか、という質問です。うん、まず、大きなことを言うと、男性向け女性向けっていう意識でものを書いてますかっていう。まあそうなんだよね。私は書いてません。そうだね、特別男性に向けて書いてると思ってないっすね、いやそれを否定するわけじゃなくて、そういうふうに意識して狙って書く人たちも当然いると思うんで、じゃあ我々が実際どうなのかっていうと、別になんかまあ本当これ、まあ、プロとしてはちょっとあんまりあるまじき態度かもしれないですけど、あんまり誰向けとかで書いてない。そうですよね、客層とかあんま意識してないとか、なんか自分が面白いと思うもん書いてるだけだから、ね、そういうのを意識して狙って作っていく人と、ただただ面白いものを書こうっていう人とか、まあ、あとは本当自分のセンスで自分の世界観を出していくんだみたいな感じで作っていく人と、まあ、いろいろいると思うんですけど、ね、まあ、我々は本当に面白いが正義であるみたいな意識なんで。そうですね、だからそのハイカードに関する回答で言うと、少なくとも我々は別に女性向けであると思ってない、現状も思ってない。まあそうだね、まあ、ただ制作に関わってる人たちのマーケティングがどうとかはちょっと僕らには分からない、知らない話なんで。でも原作作ってたその岡本さん、岩田さんというそのトムソの方々と話してた時から、別にその特別女性に向けて、だからイケメンたちがいっぱい出てきてかっこよく戦うぜ、なのでこれは女性向けでやるぜみたいな感じでは全然全く話してない。まあそうですね、ですね、でもやっぱりこうかっこいいもの面白いものを作ろうっていう気持ちでやってるんで、だから男性にも、まあ男性キャラが多いから、多い、いやでもまあ別にとも言えないけど、男性キャラ多いから女性向けってもしかしたら見えるかもしれないけど、別にそんなことはなくて、全然男性にも楽しんでほしいなと思ってるし、男性にも楽しんでいただけると。まあワンピースも9割男性だしね。そうだね。いやそうなんだよね。いや8割かもしれないけど、まあとにかくほとんど、あんまそういう意識じゃないと。逆に何、女性向け作品ってなんだ。まあ当然そういうなんか BL ものみたいなのあると思うんですけど、女性向け作品っていうとはあれか、具体的に言うのは良くないな。やめとこ、勝手に言うのは良くないかもしれないね、そういうね、勝手にこうラベル貼っちゃうみたいなのが良くない。そうだね、まあ、なんで男性にも女性にも、女性にも全ての方に、老若男女全ての方に、ワンちゃん猫ちゃんと全ての方におすすめしたいです。そうですね、よし、そんな感じですか今日は。もう一個いきますか。ぜひ。行きません。行きません。また明日。行くと見せかけて行きません。行きません。はい。行きません。多分、毎日更新できてるはずなんで、はい、また明日。また明日。はい。過去分聞いていただいてもいいんですよ。あ、いいですね。多分もう40本ぐらいあるから。え、もうそんな撮った？撮ってる。40？ うん。40も何話してんだから。仕事しろやと。お前らそれ書いてる間にツイッターの小説1本でも書けたんちゃうかい。いや待ってください待ってください、我々声でお金稼いでますから。だからそれ前にもらったチョコレート付きレター18ポイントの話でしょ。18ポイントよ。我々声で稼がしてもらってますから。いや18ポイントもらっとるんやぞ。そうプロですよ。そうこちとら。プロラジオ DJ。
保有ポイント18。ありがとうございます。戦闘力18ですからね、0と18に大きな違いがある。お金稼いでるとか言ったけど、それが何どうお金になるのかとか僕全く知らないんだけど、ね、私も知りませんこれ換金お金になるのか本当に分からん他の人のレターにつけられるとかそんなんかもしれん、うん、ちょっとあの調べときます。はい、はい、じゃあ本日もありがとうございましたという前に宣伝コーナー。宣伝コーナー、具体的な宣伝じゃない。ええツイッターで、はい、引用リツイートとかでラジオの感想とかお全然言っていただいていいですし、そうですね、まあ、引き続き質問は大募集しておりますので。漫画家すみっこ会議超面白いです、絶対聞いた方がいいです。たく漫画家すみっこ会議激推しもう完全に桜つぶやいちゃダメですよ、そんな、うん、ダメですよダメあのねハードル上げすぎな。隅っこ会議っていう名前の通り、あの業界の隅っこでね、うん、あのほこり食いながら喋ってるような、うん、あの霞食べて生きてますから、ね、そう、そういうラジオなんで、はい、はい、それぐらいの感じで聞いてください。そうですね、はい、じゃあ本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。質問に答えます。あ、はい、質問は以下略、はい、あの今回は以下略で、支援さんですかねっていう方から何個かいただいてるんで、ちょっとまとめていくつか回答させてください。おう、クリスとフィンの事故中お願いしますっていう。ん、事故中、事故中、あの交通事故の事故にあの中ですね。どういうこと。だからあのあこけてチューしちゃいました、ね、あ、そういうことね、うん、ちょっと音で聞いたらよく分かんない。事故中、あの不意アクシデントチューってことね。あ、そう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 、そういえば事故中って最近見ないですね。なんかあの昔のアニメとかだとトラブルとかああそうそうそう、あでも昔のラブコメよくあった気がするな。そう、なんかなんていうの、何アクシデントエッチシーンみたいなお色気シーン、あ、お色気シーンそうそうそう、いや、まあ、言い方やめてください、言い方が、ね、健全なラジオなんで言い方がわからんくてね、うん、いやでもさ、リアルさ、アクシデントでチューしちゃったらさ、結構まあまあの確率で歯折れそうじゃないガチンっつってねあるでしょうね、か鼻を強打するとか、うん、うまいことね、うまいことこう ずれないといけないんじゃない。そうだから、それをね、チューだのキスだのとは認識しないんじゃないかっていう、人間は。どうなんだろうね。でも昔、うん、なんか中学校ぐらいの時に、うん、なんかほんと扉でアクシデントでチューなのかな、なんかすごい顔をぶつけちゃったって男女が1週間ぐらいからかわれてたけどね。へえ、ってのはあった。なんかウブな感じですね、うん、で今言われて思い出したんですけど、小学校の時あの、うん、になんか私が振り返った瞬間に私の後ろに女の子がいて顔ぶつかったことあります。そういえば事故中だった。いや覚えてないなってぐらいの印象しか残らん話ってことね。まあそうだと思いますよ。いやで、いやあの妄想ね、あ、はい、クリスとフィンが自己中しちゃったとしてね、うん、これ妄想ですよ。しっかりね、そうそう、しっかり自己中しちゃったとして、そうそうそう、でも私の感覚的には、まあ、2人で、ね、うん、ドライブっていうかね、車乗って任務とか行ったりしてるじゃないですか、うん、で途中でコーヒーとかショップとか寄ってなんか買ったりするじゃないですか、うん、でちょっとくれよみたいな感じで、うん、そのいわゆる間接キス的なのは別に普段からしてると思うんですよね。いや、まあそれ、いや、で、はい、だからその事故中で歯がガチンってぶつかっちゃったところで別に何とも思わんっていう2人とも。で逆にもうちょっと妄想すると、クリスは逆にそれでいじりそう。いやもう絶対そうでしょフィンのそうそうもらっちゃったみたいなもらっちゃったか奪われちゃったなのかっていうのをこう楽しげにあのウェンディーとかに話してそう。うん、フィンの大事なものもらっちゃったって。あ、そう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 、うん、いや、そうでしょ、思想じゃない、うんうん、いやこれはあくまで個人的な我々の解釈ですよ。勝手なね、勝手な妄想、隅っこ妄想劇場ね、隅っこイマジン、うん、隅っこイマジンですよこれは。ただの、はい、なんでお願いしますっていう質問なんですけど、お願いは受け止めないけどあの質問には、まあ予想、予想、ね、予想ですね、はい、はい。じゃあ次行きましょう。同じ方ですね、支援さんから。クリスは25歳ではなく20歳なんですか、教えてください。これ20歳だと思うんですけどね。なんか25歳って出ちゃってたのかな。あのビジャイが一番年上で、
何歳だったかな、なんかそんぐらいだったと思うんですけど、なんかどっか出ちゃったのかな、間違えたのかな、まあそういうことはある、常に最新で出てる情報が正確ですっていうことで設定変更、そう20歳だったと思うけどね、ファイブスター物語とかすごいからね、設定変更ね、20年書いてたもんいやそうなりますよね、まるっと変えるみたいな、スターウォーズだって何回変わってんだよっていうね、あだから常に最新が正しいのです。うん、うん、でも最初から20歳だったと思うけど、だったと思うけどね、ですよね、まあどっかでなんか誰かがちょっと間違えたちゃったゃ可能性はある、うん、可能性はある、はい、はい、次行きましょう、支援さんからはい、2期決定おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、もう一個またギフト付きでいただいてしまいました、あマジですか、はい、シエンさんからです、ね、シエンさんありがとうございます、ありがとうございます、もうなんていうのファン筆頭みたいななんていうんですか、この隅っこ漫画家隅っこ会議視聴者四天王のうちの、まあ、四天王4人しかいないから四天王なんですけど、はいはい、のうちの人が、ね、筆頭です、ね、現状、はい、死ぬほど細かいツッコミしていい、はい、聴取者じゃない、えなんて視聴者じゃなくて聴取者じゃない、いやそれさだって死、いやそれさ いつも思うんだよね、書くときにさ、はい、そう死ないじゃん、はい、でもさ聴取者ってさ、うん、言わなくない、ラジオ業界では結構言う、あそうなの、うん、ラジオは僕割と聞いてる、業界の人ですか、いやいやラジオ業界ってか、ラジオ番組、業界の人ぶってるんですか、いやラジオ番組はもう聴取率がどうとかめっちゃ言うから、聴取、聴取率、視聴率じゃなくて聴取率、リスナーは、リスナーはリスナーじゃない、うん、聴取、聴取者の方いやすいません、この回ツッコミをしてじゃん、カオさんねこういう人なんですよあ時間が、はい、なんだっけ、読んでない、2期でゴリラ界見れますかっていう質問ですね、見てめちゃくちゃ見たいですね、あれね、ドラマ CD だ、ね、ドラマ CD ボリューム2でゴリラ出てくるんですけど、いやでもあれあの回相当ふざけが過ぎるからな見たいですけどね、ゴリラ、いやなんかワンチャンないかな、フラッシュアニメとかの方がいいと思う、あ、うん、あそれ私考えてたんですよ、うん、えドラマ CD をのアニメ化みたいな、うん、してくださいみたいなたまにいただくんですけど、うん、まあ、なかなか難しいじゃないですか、フラッシュアニメにしてくれたいんじゃないかっていう、ね、じゃあヒカル君のお財布の紐を緩めてなんとかしていけっかな、なんとかできる範囲なんじゃないかちょっと相談してみるかいいですね、そんな安くないと思うですね、我々のお小遣いでどうにかできる範囲じゃないと思う、いやギフトでできるかもしれないやめて、あそれは最速、これダメだ、最速じゃないです、これは最速で送らないでください、はい、はい、送られても多分フラッシュアニメには繋がらないんで、はい、でもちょっとつながってる質問また別にいただいてて、はい、シエンさんからですね、ハイカード2期楽しみです、3期も劇場版もやってくださいっていうね、ありがたいですね、いやいやありがたい、その、うん、お気持ちがありがたい、ありがたい、前も話したオールナイト上映会の2回目があるのかどうか的な話とつながるんですけど、うん、やっぱりこれもファンの方々の熱次第なんで、これは本当に、いや本当にそういう支援かみたいなのをいただけるのは本当に支援って支援さんのことじゃなくてご支援、ね、ギフトか、はい、ギフトをいただけるのは本当にありがたいんですけど、まあ、僕の予想で言いますと、はい、そこでお金使うよりハイカードにお金使った方が、はい、3期劇場版につながる確率はまあ少しでも上がるのではないかっていう、はいはい、そうですね、いやでも本当感謝します、いただけるのは本当に嬉しいです、はい、ありがとうございます、ラジオのために使わせていただきます、はい、はい、じゃあ今日はこんなところでありがとうございました、はい、ありがとうございました。